どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらですね、 ANA ホールディングニュースがですね、2022年3月8日にですね、新ブランドエアージャパンをですね発表いたしました。でこちらがですね、2023年度下期にですね国際線就航ということで発表がありましたので、今回の動画ですね、こちらね簡単に解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、2022年の3月8日昨日ですね発表されたわけなんですけども、こちらね新ブランドエアジャパンということで、新しく中距離国際線を運航する新ブランドエアジャパンに決定しました。日本らしい発想と品質でお客様のお好みを選べるオプションと、お客様ゆったりと思い思い過ごせる快適な機内空間をお手頃価格で提供します。国際線の需要回復動向を注視しながら、2023年の下期の中距離路線、中距離国際線就航を予定していますということで、まずね、あの新ブランド名はですね、エアージャパンっていった形になっておりまして、でこちらね読んでいくとですね、お手頃価格で提供しますっていうことがね記載されておりまして、もうお手頃価格って聞くとですね、こちら LCC なんじゃないかっていうふうにね思われた方ね多いかなと思うんですけども、このねエアージャパンっていうのはですね、一応LCC ではなくてですね、フルサービスの ANA で LCC のピーチっていうのがあると思うんですけども、一応その間っていうね、あの位置づけみたいなんですよね。ですので LCC ではないですけども、お手頃価格をね提供していくみたいなね、そういった感じみたいなんですよね。で就航時期はですね、2023年の下期っていう風になりますんで、2023年の下期っていうことなんで、まあ、結構先ですね、少なくともまだ1年半ぐらいね先になるかなっていう風に思いますので、まあ結構ね先ですね、実際に就航するのは。ですので、まああの1年半後ぐらいねこちらが始まるよっていう感じですかね。でブランドコンセプトはですね、フライスロートフルということで、このスロートフルっていう言葉にはですね、気遣いや思いやり優しさって意味があってですね、まあ、全ての優しいエアラインとして、日本らしい発想と品質で全く新しい空の旅を作り出すことを目指しますということで、でブランドロゴとカラーはですねこんな感じになっておりまして、エアージャパンっていうのはね書いてあると思うんですけども、このエアーの R、 これとですね、ジャパンの J がこうなる感じ、これが手と手を織りなす優しさをね表現しているらしいですね。でこのカラーはですね、日本伝統色の、藍色と、あけぼの色のね組み合わせということで、まあ、この2つがですね採用されたっていった形になります。で機体なんですけども、公式サイトねもう載っておりまして、こんな感じになっているんですけども、まあ、これ以外にもですね、いろんなサイトを見るとね写真載ってるんですけども、これねちょっと使っていいか分かんないんで、公式あのそのサイトね概要欄に載せておきますんで、もしね見たい方は、まあ、そのサイト見ていただければですね、エアージャパンのねあの機材の写真ね見ることができますので、そちらねぜひチェックしてみてください。まあこちらね非常にシンプルでねいいんじゃないかなっていう感じですよね。でこのボーイング787をね利用するということで、でね機材のね外側の写真はね結構いろんなサイトにねあの出てたりするんですけども、まだね座席がどんな感じになるとか、そういったのはですねまだねわからないっていった形になりますんで、一応ねクラスは2つ設定されるみたいなので、おそらくエコノミークラスとビジネスクラスね、これで運行されると思うんですけども、まだね座席がどうなのか、フルフラットシートなのかっていうのは一応まだわかんないっていった形になります。まあでもまあビジネスクラスだったら多分フルフラットシートになってくると思うんですけども、まあ、どんな感じのねシートになるかはねまだわからないっていった形になります。まあでもねあのビジネスクラスでフルフラットシートなんで ANA のねスタッカードみたいな感じになるんですかね。まあいずれにしてもね非常に楽しみですよね。でまだね一応これ ANA のねグループ会社になるわけなんですけども、まあこれもね、ANA マイルで発券できるかどうかっていうのはですね、まあコードシェアとかね、そういうものがどうなるかっていうのも、まずちょっとわからないっていった形になりますんで、まあ今後ね、もしかしたら ANA マイルとかでね、発券できるかもしれないですね。ここの点はね、ちょっとわからないですね。でですね、公式サイトにもね、記載があるんですけども、まあ、日本らしい発想と品質で、フルサービスでもない、
LCC でもないみたいなね、まあ、そういった感じのねところを目指しているっていう風になっておりまして、まあ、フルサービスだとですね、もう全部のサービスがねあのセットで組まれているわけなんですけども、まあ、これでもなく、まあ、LCC のね何にもないわけでもなくて、まあ、自分でね選択できるみたいなね、だからまあ課金していくみたいなね、そんなイメージなんですかね。だからすごい安い運賃設定でもともと購入して、まあ機内食は欲しいから入れる、私は機内食入れないから入れないみたいなね、まあ、そんな感じになるんですかね。自分好みの選べる体験と、表現の通りフルサービスで提供されているサービスのうちお客様は欲しいと思われるものをオプションで用意しますっていう風に書いてあるんですよね。ですね、まあ LCC のようなお手頃な感じでいただける運賃に設定しますみたいな記載があるんで、まあ、LCC みたいな非常に安い価格で販売して、まあ、そこに課金して必要なものをね取り入れていくっていうみたいな、そんな感じなんですかね。まあちょっとね実際に運行始まってみないとねどんな感じになるかちょっとわからないんですけども、新ブランドのね航空会社っていうのはねちょっと楽しみですよね。まあ2023年の下期ということで、まだねかなり先になると思いますけども、また詳細等々分かったらですね、またねチャンネルで解説出したいなっていうふうに思っておりますんで、ぜひねチャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで今回ですね、ANA ホールディングニュースがですね新ブランドエアージャパンをね発表いたしましたので、簡単にね解説させていただきました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。